両政国一覧北海道明治時代の日本地図。北海道の両政国も記されている。北海道は1869年9月20日に制定された日本の広域行政区革命である。それまでの5期7道に北海道を加えたことで5期8道の一つとなった。その範囲は北海道本島とその付随する島々を含んだ。この名が制定されたのは 母親戦争終結直後であり、また、函館府を置き換えるように開拓市を設置した都市であった。この開拓市の開拓方案であった松浦武四郎の北海道国軍名選定上書をもとに命名された。松浦のこの書から、北海道という名は、7世紀後半成立の律令成果の5期7道における東海道、西海道、南海道などを踏襲し、命名されたものである。 なお、明治維新後の近代行政区画としての北海道については、北海道の港を近代行政機関については三県一局時代及び、北海道庁、北海道庁の項目を参照。松浦は、五王を北海道人とするなど、幕末期に探検した江戸地に思い入れが深かった、開拓法案となり、それまでの江戸地、江戸ヶ島、 江戸が千島などに代わる名称として、北上、北海、海北、海島、東北、千島の6案を挙げ、このうち北海と海北を接中し、両政国における名称に習って、北海道とした。北海道の範囲には、かつての和人地と東西江戸地が含まれている。十州島から千島列島にかけて置かれた十一国八十六軍で構成された。江戸時代から、 明治時代初頭にかけての北海道内の主な陸上交通路を記述する。北海道内では、正木藩によって開かれた場所と呼ばれる、正木藩家臣の地行地行政及び場所受け置い制を参照や漁場間を結ぶようもに、沿岸部に道が形成されていったが、特に抗議五領とされた時期に多くの工事が行われ、それまで陸路が立たれ船などを利用していた箇所を新たに、 開作市各地に旅宿所を設け、道内各地への通年の陸路での移動が可能となっている。旅宿所は、運上屋に宿場としての機能を持たせたものなどがあった。また、河川には、半世時代から廃止地圏までの間と線場数114箇所を数え、石狩国の石狩都市をはじめ、渡し船なども運行されていた。道内の古くから、ある道路については、 大正14年6月10日に北海道庁から出版された北海道道路史に詳細が書かれている。欧州街道の脇街道で仙台から正木を経由芝古間までの正木道があった。宿場は正木と函館、古くから吉岡礼、福島霊などの参道があった。道南から道東を経て千島国へ、編集完成年間から文成年間にかけてと幕末までに、 それまで悪天候の再通行不能となったり、陸上交通の途絶える箇所を新たに改作し各地に休み場を設け、道南の都道国、函館から道東や千島国方面への陸上交通が整備されている。函館からエトロフマッタんまでは2 8十二里の道のりであった。以下、主な工事を挙げる、おしゃまんべあぶた館道路山越郡とあぶた郡の境を越える道である。 完成11年、洛名により、正木藩が改作。今日は三年津軽藩によって、霊文化、弁変等の賛同数箇所とともに改修し、道幅を拡張した。この道は、現在の国道37号静狩峠の、前身である。室蘭滅別館当初は、約一里の室蘭湾を横切って、江ともに渡り、その後滅別まで陸路であったが、 室蘭から滅別まで陸路で行けるようにした。様に参道とサルトメ参道完成11年、大河内全米が改作。不信役の最上徳内、中村小一郎などが工事に携わっている。南部藩は、場所経営の藩士に明治今日は2年12月から翌3年にかけて修繕した。国道336号の前身である、ルベシ別山参道完成10年ばくり。 近藤十蔵によって改作された、十勝国広軍の西軍にあたるビタダヌン家とルベシュ別の間にぎの道、国道336号黄金道路の前身である、十蔵の従者、下野玄介はこれを記録し、江戸に碑文を作らせ、十勝神社に奉納、釧路あっけし道路釧路軍から、あっけ軍に至る道である、釧路線大鳥士間九里は、完成11年から12年にかけて、 馬の通行にも支障内容を改作した、あっけ線を大鳥市間約5リ半ンは、あっけ在住の市、庭金助が、函館奉行の許可を受け、絵像を使い文化5年に改作。これらの区間は、現在の堂々根室浜,浜中区市路線の前身である。根室は津別館道路根室場所、木名通し上り口から、南海岸のエンチャ市内に出て、そこから、 本部バン屋の西方から圧別に至る道路で、万円元年根室場所を受けい人、富士の騎兵が幕命を受け、根室海所から圧別支宿所に至る九里十丁の、道帝の内六里十七丁を新規に改作。御根島の渡し場に、長さ十四馬の橋梁が掛けられている。道南から道を経て、道北のま市系、へ。編集日本海側は、大田、シュゲルツダ、ライデン、シャコタン半島、 お冬などの難所があり、久遠よりマシケに至る間は、陸上交通が完全に立たれる場所が数箇所あったが、文化年間と安政以降に、陸上交通が整備されている。以下、主な工事である、大田山道と、刈場山道を安政四年三月に寄港、大田山の神社のある大田山を中心に席内から、ラルイシまでの十二里を改作、ついで、刈場山道に着手して、主築から、 島牧村原価のあたりに至る道を開作した。雷電で安政三年に、伊磯や場所を教委人、増や英五郎が、アフスタ伊勢の一里余りを開作。岩内場所を教委人、千北や二左衛門が、アフスタ伊藤の二里余りを開作した。来電峠は、伊磯や岩内両場所の境を越える道で、現在の国道229号の前身である。以前から山中に温泉が湧くことが知られており、 通行の旅客の便を図るため道の開通後は、温泉に家屋を建て函館在住の又部を、かもりとした。これが、現在の朝日温泉の前身である、余一山道文化6年に開作された岩内から、余一に至る道で、稲穂峠がある大変な難所であった。この峠は、現在の国道5号稲穂峠の前身である。その後荒廃したため、安政三年から翌四年にかけて、 改めて改作した。立定は12里20丁余りで、稲穂峠を挟んで、岩内側の上、横沢と、余市側の野沢辺に笹小屋が設けられ、通行屋を建てて宿泊することもできた。安政5年8月には、余市場所在勤の足軽、桐谷多平の指導で、余市運上家の方から、岩内場所との境界まで至る農地沢通の振動を、改作。この道は谷峠と呼ばれ、 現在の堂々と8日余市停車場線から分岐する、舗装路の前身である、小樽線管管道路小樽場所を経由人エビスや、半米が、函館武行に出願し、安政4年4月から9月にかけて、自費で丘の上に、振動、約2リ半を改作。翌5年4月、カムイ湖端から茶ャ内までの延長5丁の、海岸道路を数回にわたって改作し、数カ所の河川に加強した。 また、文久元年には、許可を得て、今の境町から港町に至る海岸に、陶石埋め立て法を施行した。この埋め立て地は、道路以外を、各希望者の宅地とし、各種の営業を行わせた、五木ビル山道とマシケ山道安政4年、厚田場所受け負人、浜谷京三衛門は、自費で、五木ビル山道2里24町を開作し、ノーヒル川の南に達した、同年、 浜松、増家の両場上京委任、伊達林江門も、また慈悲で、浜松から増家までの九里余りの道、増家山道を改作した。また、増家山道よりも海側には、古くから開作年不詳の冬山道もあった。その他、農ーヒル、町両山道の中間に位置する送り下山道の一里範囲は、岩内在住の柳川善蔵が開いたと伝わる。これらの山道は現在、 海沿いの国道231号に切り替えられている。日本海側ではこの他にも、スッツ場所では、場所請負人山崎や新八内によっていくつかの道路を改作。車庫コ吉国両場所請負人岩田や金倉は、現在の道道、野塚文線国道二国道229号の前身である、車庫コ場所美子より、美国場所こどまりに至る、約4里の新道を改作。 余市場所置き置い人、竹谷長財門は、余市から古平教会までの二里余りを開作している。かつての和人地域内を結ぶ道で行われた主な工事を挙げる。福山上野国二貫三道上等と部川の水源から千軒だけを経て上野国村あざゆの隊に、達する約十一里の道で、安政四年十一月に、伊達林財門によって開作された。現在の道道。 石崎松前線の前身、木古内山道木古内村から北村に至る約八里の道で、現在の道々江差し木古内線の前身である、文化年間に江戸幕府によって集築された木古内川に沿って遡り、稲穂峠を越えて天の川に沿って下る函館方面と江差し方面との交通路、峠の北側にあった番所では旅人を宿泊させるなど旅の便宜を図っていた。 うずら山道を大野川に沿って登り、分水嶺を越えてうずら川に沿って下る、箱館方面と江差方面を結ぶ十一里の道で、現在の国道227号の前進、安政五年3月から9月にかけて、江差の神右門、津軽の小兵らによって開作された、母親戦争の際、沿道で二股口の戦いが行われている、群川新道それまでの茅部峠に変わり、 安政三年函館奉行によって、藤山群川間の山道が開作された。茅部峠をより三里短く、群川の住民は、函館への日帰りが、また、大川、七江、藤山、峠下の諸村で馬を持つ者は、鹿部へ生魚などを買い出しに日帰りすることが可能となった。黒松内越をしゃまんからおし満ま川沿いに、北上して、稲穂峠を越え、黒松内からは、 渋谷川に沿って下り、宇多津やすッに至る道で、現在の堂々すッ黒松内線の前身である、おしゃまんべから黒松内までの約六里、黒松内から追い分けまでは二里、追い分けで道は分岐し、すッまでの二里余り、宇多津までは一里余りの童貞であった。完成、文化よりも後に、黒松内在住の利エ門が木地宿と都線を営んでいたが、 安政三年五月から十月にかけて、歌すつばしを受けおい人、松屋栄五郎の父、丁江門は、函館奉行に出願し、黒松内井北を、黒松内井南は、函館弁天町の副寺、千代田の最太郎の二人が出願し、それぞれ開作した、ものである。道央付近で主なものを挙げる。勇仏から千歳を経て、石狩湾岸へ、編集千歳越勇仏から千歳に至る経路で、 雄仏からビビまでは、雄仏沼、ビビ川を船で遡り、ビビから千歳までは、山田や文英門によって文化年間に開作された、陸路二里で馬車を通すことができた。国道36号の道筋にあたる、高化年間頃には、千歳に馬27から28頭、馬車20台ほどがあったと言われる。このほか千歳伊ざりぶと間六里も文化年間に開作されている。 札幌越新道千箱から千歳に至る道で、安政四年函館奉行によって改作された。千箱星ぽつけ館は、小樽場所受けおいと、恵比寿屋半兵衛が、星ぽつけ島松間は、石狩場所受けおい人、安部屋、白次郎が、島松千歳館は、雄仏場所受けおい人、山田文衛門がそれぞれ工事を受け持った。この時、幕名を受けた、志村哲一と吉田茂八が、 豊平川の渡し森となる。千箱から、現在の札幌市内までは、国道5号及び道道宮の沢北一条線。札幌市内から千歳までは、国道36号及び道道江別江庭線の、前身である。石狩川流域から道北、手塩ルモイへ、編集流越ルモイから、ニセバルマ、絵体物を経て石狩川流域の白里下に出る。約25里の道で、文化5年に、 ルモイ支配人山田や文衛門によって改作された。白リカからは、船で石狩川を降り、エベツブトへ行ったり、そこからは、千歳西越に向かうか、石狩に下ることができた。同年が秋、カラフト警護を行っていた合図藩兵も記この道を通っている。道東域内を結ぶ、主なものを挙げる。釧路国から、北見国アバシリエ、編集アバシリエ釧路国所持から下都市、下新父とし、 阿寒湖西岸を経て、釧路、北見国境を越え、阿波尻川沿いに下り、二万別を経て新ン里リ,リに至る四十六里の道である。この道は、現在の国道二百四十号の前身で、文化五年から文化七年にかけて、白ぬか在勤の曝利、大塚骨太郎の式で開作された。宗谷からルモイまでの各場所に馬を送った時は、阿波尻越を経由した。根室国から、 北見国舎利へ、編集舎利越エ別から種別川沿いに遡りにし、市間中市付近で北に向かい、ルチシ峠を越え、和塚追いを経て、舎利に至る道。もともと、江戸の通り道であるが、文化元年前後に、八王子仙人、同心仙人等、原根厚によって、改修、改作された。工事は、舎利、根室、釧路の三場所の江戸が受け負った。 北海道11国86軍政提示は、江戸時代に改作された道を用いたが、1870年代に、なると本願寺道路や江戸時代の道をもとに拡張した、札幌本道など道南と道央の札幌を結ぶ、目的で建設された道路をはじめ、道東や道北の内陸部などでも道路が建設された。飛鳥時代には、安倍平府による遠征が行われ、 私等をはじめ北海道における和人の居住は古く、欧州藤原市の残党も、道外から逃れてくるなど、鎌倉時代には定着していたと言われている。室町時代以前の道南十二管の時代を経て、江戸時代には、唐太と共に、正木藩の所領となっていた。その後、1886年には、函館県、札幌県、根室県が、再び党配合され新たに、 北海道庁長官を長とする北海道庁を設置、そのご他の地域とは異なり府県は置かれなかったが、1947年に長官を廃して他の都府県と同様の公選制による北海道知事が地方自治体としての北海道の長となった。エゾの歴史についてはアイヌの歴史を参照。北海道国軍名戦定常所上、松浦武史郎、新鮮北海道市。 新旭川市市長、ありがとうございます。